エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴18年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはいそれでは「えー、エールの部屋」やっていきたいと思います今回頂い,いたニックネームですねなかなかファンキーなニックネームいただいております 水戸肛門が病気になってね目と肛門さんです <laughs> なかなかファンキーなニックネームですね。水戸黄門が病気になってね目と肛門さんです。ありがとうございます。はい、いきましょうえ。いつも動画を拝見しております。吉谷さんは情報発信、コンテンツ販売をされておりますが、一般的にはハードルが高いように感じます。ポジショントークだとは思いますが、誰でもできる。 的なこここともそこそこ耳にしますが、本音として吉谷さんはどのようにお考えでしょうかこんな人には向いていないとかやるのであれば最低限のレベルとしての条件などはありますでしょうか私も情報販売コンテンツ販売に興味は持っていましたが自分に何か販売できるようなスキルなり技術なり思いつくものがない 何もなく諦めておりましたやはり大半の人は私と同じような感じだと思うのです、興味を持った時点でやれる素質はあるとも言いますが、実際何ができるのか、特に優れた実績も持ち合わせていない人間は何をやったらいいのか、何が向いているのか、自分なりに判断できる方法はないでしょうか、またコンテンツ販売に関する勉強は書籍やオンラインサロンでできるものなのでしょうか。 日々の動画で学ばせていただいておりながらこのような質問で申し訳ありませんただ、えーと、門の前でいかこ戻ろうかしてるああの目の前でねあの、門があってねこの門を開けようか開けないかみたいな話ですよね、えー、人間も多いと思いますたったその一歩が踏み出せない人間が私も含めているはずですので押すなり引くなり蹴り飛ばすなりしていただけると。 なるほどなるほどですね押すなり引くなり蹴り飛ばしていただけるとありがたいですまひ、あ、言で言うとあの向いてるとか向いてないとかあうそう思うんだったら向いてないんじゃないですか <laughs> 要は向くか向かないかなその方向に向くか向かない、まあ、だからちょっとね語呂合わせするならばその,方その方向に自分を向かせるのか向かせないのかただそれだけだと僕は思います 向いてるのか向いてないのかではなく、向くのか向かないのかです。もう一度言いますね。こうちょっと格言かな。向いてるかどうかではなく、向くか向かないかなんですよ。その方向にね。その方向に向かないんだったら、向かないでしょうね。うん。だか向かない人って向いてないだけなんですよ。<laughs> 単純に。だから、僕の事例で言うならば、じゃあ僕は、どちらかというとですよ。どちらかというと、まあ、これはもう、大昔の僕の、 ことを知らないと分からないと思いますし、まあ分からないんで共感も全くないですけど、僕って本当にその、まあ前の会社とかで働いてるときは、もう全然喋らない人間なんですよ。うん、な人前に出て喋るっていうタイプでは全くないんですよ。全くですよ。裏方業に合ってるみたいな話なんですよ。だけど、今はそうは思そう見られることはないと思うんですよ。 で、なんでそうなったのかっていうと、僕が表に出て自分でキャラクタービジネスやるってなった時に、そっちの方向に向いたんですよね。で、向いて、じゃあ頑張っただけなんですよ。<laughs> うん。まあ多分、ね、動画も相当やってるんで、まあ僕ほどやってるお客さんいないと思いますけど、まあ、だかがセミナーとかもやりたくなかったですけども、 ま正直ね、ぶっちゃけ言うと、まあ、今年セミナー、まあ、コロナも落ち着いて、ちょっとセミナーやりますよってちょいちょい言ったりとかするんですけど、ぶっちゃけやりたくないですよ。<laughs> あんまり <laughs>。でもまあ、今年1回やりましたけどね、でもまあ、やらんとあかんな、でもやりたくないな、みたいな。<laughs> あんまりだから、好きじゃないですよね。だけど、当時、もうめちゃ毎週というか、まあ、多い時は週3ぐらいやってましたね、セミナー、多い時は。 嫌でもやりましたね。それは何でかっていうと、セミナーやるっていう方向に向いたからなんですよ。で、なんでセミナーをやるっていう方向に向いたかっていうと、そもそも僕裏方やってましたんで、僕のこと知らないわけじゃないですか。なんで、僕のことをよ、より深く知ってもらうためには、直接会った方が早いですよね。で、直接会って、あ、直接会って話して、その空気感だったりとか、僕を感じていただいた方が、僕っていう人間をより、早く、えー、理解していただけると。 そっちの方が効果が、わかりますどっちの方が効果が高いのかお客さんと信用、信頼を築く上で、どっちの方が効果が高いのか,信信のいのか直接会って話すのかそれともね、ウェブ上だけでやるのか、まあ、直接会ってね、なんか熱量を伝えた方が早くないですかなんで、もうセミナーすげえやりましたね。やりたくないけど。 でも、こう、どっちの方が効果があるのかって考えたときに、お客さんと直接会った方が効果高いよねっていうところで、えー、そっちに方向性を向いて、えー、やりました。うんあ。本音はね、本音を言うとほとんどの人が向こうとしないので <laughs>、だから向かないんじゃないですかっていう <laughs>。これは本当に本音ですね。これね、僕ね、神田正則さんっていうね、 ネットビジネスというか、ダイレクトレスポンスマーケティングを日本に持ってきた人みたいな、すごい有名な人がいるわけですよ、神田正則さん、昔、まあ、異常式の成功法則を二十何年前に出してね、まあ、何十万部売ったりとか、もう多分累計で何百万部売ってるんじゃないですかね、まあ、その神田正則さんが、まあ、こんなことを言ってたんですよ、なんかその、3年前ぐらいですかねあの、鴨頭さんと神田正則さんが対談してるものがあってね、 まあ、あの収録されて3年、年もう3年ぐらい経ったと思うんですけどで、その時に鴨頭さんが、神田さん、2025年問題ってどう思いますみたいなえ、どう思うってどういうことですかみたいな、いやで、鴨頭さんが、いや、いろんな問題あるじゃないですか、例えばこういう問題とか、こういう問題とか、こういう問題とか、でビジネス的に言うと、今後どうなってくるかねみたいなね、あの質問をした時に神田さんが、いや、別にあの、 稼ぐ人は稼ぐし、稼がない人は稼がないし、変わらない人は変わらないし、みんな稼ぐ気ないんですよね。だからか変わらないし、いいんじゃないですかみたいな。<laughs> もうね、すげえ僕も、もう、うすげえ、あ、そうだよね、神田さん、みたいな。<laughs> そう。<laughs> もうなんかそ、もうその一言にもう集約されてるっていう。要は、まあ、そう、コロナの状況だったんで、まあ、続てて神田さんがこう話してたんですけど、 いや別にコロナになっても稼いでるじゃあ全部の会社が全部売り上げが落ちてるのかっていうわけではなくこの状況下でも売り上げを上げてるところはあるわけですよねとだから稼ぐ気がある会社さんとか変わろうとする会社さんは変わってるしで稼いでるしでも変わらないと思うんだったら変わらないだろうし稼ごうと思わなければ稼げないだろうしみたいなね <laughs> 100ポイントってね、まあ、全部がねコロナになったから全部どこの会社 日本にどれぐらいの会社企業があるのかちょっとわからないですけど、コロナになりました全部の会社が売り上げ全く全部赤字ですっていうわけではないわけじゃないですか。だからその中でも模索して変わろうとしている。今までこうだったけど、じゃあ事業を変えるとか転換するとか変えて、じゃあ新しいことに挑戦するとかいろいろやって変化していってる会社は売り上,上げ上げてるし、逆に言うと変化してない会社は売り上げ上がらないだろうし、みたいなね。まあそんな話をしていて、まあまさにその通りだなっていうのは僕はすごく感じますよね。 でも僕も、まあ、こんな偉そうに言えるのもやっぱいろんな経験してきたからそう思えるようになったんで、うん、経験をしていない状況ではそう思えないんですよ。なんすかね。うん、例えば会社でまあ仕事をしていて新入社員にねいきなりその会社の,あの売り上げを上げる ための企画立案しろって言われても、まあなかなか出ないじゃないですか経験がないわけですから、そもそもそこの会社知らねえよって話で、そんな経験ないからね、新卒ですよ。新卒、例えば新卒1日目。新卒で入って1日目。<laughs> この会社の売り上げを上げるためのなんか企画を作れって1日目で言われたら、いや、そのまだ、その上司の名前も覚えてませんっていう状況下で、ね。 無理じゃないですか。ただ、その会社で例えば10年とか積んでれば、じゃあ、その今の会社の問題点だったりとか、まあ、なまあ、もっと細かく言うと、〇〇さんはここの事業部にいて、〇〇さんはこういう、 感じで働いていて、こういう人がいるから、じゃあ、〇〇さんをあの、トップにしてリーダーを作って、こういうふうにこういうふうにやって、こういうやればいいんじゃないか、みたいな、なんかそういうのは出てきたりする、すると思うんですよ。それは経験があるからね。周りをある程度、その会社の全体像がわかるから。でも、経験がないと会社の全体像がわからない。その会社の全体像がわからないのに、全体を売り上げ上げる方法をこう考えろっていうのは酷ですよね <laughs>。 ただ最初はねその、でも多くの人は最初から全体像を見,見たいんですよ。気持ちは分かります。気持ちはわかるんだけど、見れないっていうのが僕の正確な答えかなっていう。その、新卒で1日目で会社の全体像を見れる方法はあるのかっていうと、僕はないと思いますね。僕はね。うん。やっぱそれはある一定のなんか経験を積まないと全体像っていうのは見えてこない。 だいろんなことを点と点をやって経験積んでいく中で点と点がつながってくるんじゃないかなとは思うんですよ。だから点も打ってないのに点はつながらないってことですね。うん。だからまあ、なんですかね、堀江さんとかもよく言いますけど、あのもう今はもう行動したやつが勝ちだよっていうのはよく言ってるんですよ。まあその本も出てるかなと。とにかく行動したやつが勝てるよみたいな。 でも多くの人はやっぱそれが欲しいから行動できないんですよ。で、一部の人たちは、まあそれを理解しているのか、もしくは、あの、もう、それの素質っすよね。もうとにかく早く行動できる。だからその、なんか昔ね、ことわざでもあるわけじゃないですか。思い立ったら吉日っていう言葉って昔からありますよね。で、その思い立ったら吉日ではなく、僕なんかは思い立ったら今なんですよ。だから昔ね、 今でしょうって、東進ハイスクールの林修さんだったな今でしょうっていう言葉も早めましたけど、多くの人は今でしょう、う今できないんですよ。で、なんで今できないのかっていうと、今にベクトルが向いてないんですよね。今に全集中に向けないんですよ。あっちがいいかな、こっちもいいかな、いや、でも自分には向いてないかな、いや、どうなのか、いや、稼げんのかなっていうところでこう、ああだこうだしちゃうんで、えー、9割の人は、うん、まあ、向いてないんじゃないですか。<laughs> そのベクトルに。今にベクト今っていう、今やるっていうことに全ベクトルを持っていければやれるんですよ。うん。でも向いてないからやれないって感じですかね。うん。ちょっとすいません。ちょっとコーヒー飲んでいいですかカピカピになってきました。ちょっとね、年取ると唾液の分泌量が <laughs>、唾液の分泌量がなくなっていくんですよね。ああ、すいません。 でもね、これはでもいい、めちゃめちゃいい、いいご質問ですね。これ多くの人が抱えてる、めちゃめちゃ多くの人がこう抱えてるお悩みを代弁してこう言っていただいてる、この、身と肛門が病気になってね、さん、目と肛門さん、ありがとうございます。うん。いや、本当はそうだと思いますね。う だから要は誰でもできると僕は思うんですよ。ただ誰でもできないことがあるとするならばですよ。僕は誰でもできないことがあるとするならば、まあ僕はよく言うんですけど、コンテンツ販売情報ビジネスって、まあよく僕は言うんですけど、例えば iPhone とか、まあ僕、p ップ使ってるんですけども、Apple って最近その昔までインテルの CPU 使ってたんですけども、最近独自で開発した M1 チップ、M2 チップっていうのを開発して、 まあそこにパソコンとかね。まあ iPhone とかにも独自のチップを入れてるわけですよ。じゃあ、このチップを作ることは誰でもできるのかっていうと、僕は誰でもできないと思うんですよ。もうろんですね <laughs>。この、Apple が開発した M1 チップとか M2 チップを個人レベルで誰もが開発して作れるのか、製品化までできるのかっていうと、それは誰にでもできないと僕は思います。だって、どう作りますチップ。 しかもロボットなそ、そもそも工場ないとだめじゃないですか、<laughs> あのめちゃめちゃそのいろんなもう、もうミクロ単位かな、わかんない、すげえ単位でロボットがぶわーってなんかやるじゃないですか、いやそのロボットどうするみたいな話ですよねで、しかもその企画開発も、どう設計図作っていくのかっていうのは、もう本当にもう一部のすげえさ頭いい人じゃないと無理だと思うんですよ。だけどね その例えば、うん、情報をこう発信するコンテンツ販売、まあ、僕も例えばそのマインドの商品とかもこう販売してますけども自分がこう勉強してあこういう考え方よかったなとか確かにこのマインドセットいいよなっていうものって別に発信して商品化することはできるじゃないですか、ね、アップルの M1 チップとか M2 チップを自分で作るのはちょっと一部の人しか作れないかもしれないけど自分が習って 良かっったなっていうことは紹介できますよねでそれを紹介するのか無料で言うのかあ有料にするのかっていうのはそれ,、まあ、それはまあ勉強すればいいわけじゃないですかでもこのラーメンおいこのラーメン屋おいしかったよっていうことはできるんですよこれ落としてお話ししてますよみんなできません このラーメン屋美味しかったよっていうことってできると思うんですよ。ただ、ラーメン屋を作れるか誰にで、誰にでもラーメン屋を作れるのかって言われると、まあ誰にでもラーメン屋を作れねえだろうなとは思います。だけど、このラーメン屋美味しかったよは言えるはずなんですよ、誰でも。で、情報ビジネス、コンテンツビジネスっていうのはまさにそこなんですよ。誰でもできるんですよ。自分が勉強したこと、習ったこと、これいいなと思うことを、えー、無料で発信する、もしくは有料にパッケージにする。 じゃあ、じゃあ、無料では言えたとします。じゃあ、そこで問題になってくることがあるとするならば、それをどう有料のパッケージにしてセールスして販売していくのかっていうところを勉強すればいいだけですね。で、それは知識がないからですよね。勉強していないから。勉強していないことが勉強しなくてもわかるのかっていうと、それは無理ですよね。勉強しなくても東大行けるんですか無理ですね。うん。<laughs> それは勉強して知識をつければ、そんなできるわけですから。 うん、だって動画にするのか、おまあ、本当にネットビジネス、情報ビジネス、コンテンツビジネスっていうのは、まあ、この L の部屋は音声コンテンツですけど、音声で喋るのか、動画にするのかあ、PDF とかにするのか、電子書籍とかにするのか、かそのもう限られてるじゃないですか、もうそれぐらいなんですよ。そううん、だからまああの、何ですかね。 情報系で、まあ、昔から、まあ、大御所で有名な人で言うならば、その、わさだいすさんっていう人いますけども、まあ、十何年、なんか年収一億みたいなね、あの、えー、情報企業解体賞みたいな、なんだっけな、それ一万、二万個ぐらい売りましたけど、ワサダイスケさんなんか昔その、14歳か13歳の時、なんか事故って、半身不随になって車椅子生活なんですよ。で、車椅子生活で、どうすか 車椅子生活で、まあ、本も出してますけどテラポットになんちゃらっていう。で、そのコピー勉強したんですよ。今までコピー書いたことないけど勉強してね。でも、動かないんですよね。だから口で割り箸を、割り箸を口でこう持って、で、その口でタイピングするみたいな。<laughs> それでも1億ですよ。<laughs> ま、これ聞いてるね、その、水戸黄門さんはどうですか今どういう状況ですか半身不随で手動きま、動かないという状況ですか,なか口で、仮に口でその割り箸をこうやってタイピングしないといけないっていう状況下でも実際勉強してそういうふうに稼いでる人はいる、世の中にいるわけですよね。うん たぶんね、和田大介さんも、僕は直接お会いしてお,お,お話は聞いたことないですけども、単純に半身不随だろうが、車椅子だろうが、あのマーケティング、コピーライティングを勉強するんだ、これで稼ぐんだっていうふうなベクトリに向いたからだと思いますけどね、だからやりきったんだと思います。まあ、逆を言うと、それをやらないと、稼ぐ手段がないっていうのも一つあると思うんですよ、道がないっていうね、だって普通に就職もできないじゃないですか。 車椅子生活で、もちろんその車椅子生活でも探せる職種はあるのかもしれないですけども、限りなく,限,りなく限られるし、さらに言うと、一億円、車椅子で 1, 1億円目指すとか、無理ですよね、多分その給料でね。うん、だから、ベクトル、まあ、この情報ビジネスでいくんだっていうベクトルに向いたから、やりきったんじゃないかなと思いますけどね。 まあ、あと道がなかったっていう一つですね。まあ、それ、なあの他の,その就職先がそんなないって話ですね。まあ、僕もそうですよ。僕も。 まああの就職活動すごい失敗したりとか、自分で飯食っていくしかないなってやっぱ思ったんですよね、もしその時に僕が就職活動、普通にうまくいって、いろんな会社に就職、いろんな会社というか就職できていれば、多分今の人生を送ってないんですよ、いろんな失敗して、自分にはネットしかないなっていう道が一つに決まって、その道にベクトルが向いたんで、今があるんですよ、でもその道に自分の気持ちが向いてなかったら今ないですね。うーん だ結構やっぱね、多くの人はやっぱいろんな道があるんですよね。うん、だか僕からすると、就職普通にできてる人羨ましいなと思いますけどね。もう本当にね、あの、悲惨でしたからね。就職活動の時。もう一生忘れないですよ。うん、よくこれで君就職活動してるね。みたいな。大丈夫みたいな。<laughs> あの日産のディーラーのメガネかけてるやつですよ。メガネのやつです。<laughs> メガネの眼光から鋭い目がこうキランって光る感じで、まあその,ニサンのディーラーは、ね、筆記試験があったんですけど、もう多分筆記試験10点以下だったので、漢字も書けないし、もうぐちゃぐちゃで,で、その筆記試験の点なんか見ながら、あのそのメガネの裏から鋭い眼光が光ってですね。 君これでよく就職活動してるね。大丈夫みたいな。で、隣におイラさん二人いるんですけど、そのおイラさん二人も、なんか変なやつ来たな、みたいな。時間の無駄だな、みたいな感じの空気感がめちゃめちゃあって、で、その若い人の人事担当の人が、な煽ってくるっていうね。<laughs> もう忘れもしれないですね。あ,あの、日産のディーラー。<laughs> あと、オートバックスか。オートバックスもね、君ちょっとバイトも難しいよ、みたいな。申し訳ないけど、みたいな。 やる気あんのみたいなね。<laughs> すいません、僕言われました。僕、蹴られましたね。すいません。蹴られましたよ。やる気あんのみたいな。そう。<laughs> そう。う散々でしたね、うん。もう、トラウマでしかないですね。でも,そも、そのトラウマも、今、そのトラウマも乗りこなしてますけど、しっかり使って、<laughs> そういうことがあったんだよって、実際嘘じゃないですし、本当なんで。そのトラウマを、トラウマにまたがって、トラウマを使うっていうね。ね <laughs> もはや、ずっと使ってきますね。うん。そう。なんで、あの、誰にでもほんとできます。できます。 ただ、できないことがあるとするならば、M1 チップ作る、M2 チップ作る、iPhone 作るとかね、ラーメン屋作るっていうのは、誰にもできないと思います。ただ、このラーメン美味しかったよ、この自分が勉強してきたこと、めっちゃこうだったよってことは言えると思うんですよ。で、それをどうパッケージにするか、するか、しないか、それをビジネスに応用して、それを集客につなげたりとか、なんですか、まあ、有料コンテンツを売っていく。それは知識をつければいいだけなんですよ、単純に。 それは <laughs>。うんだほとんどの問題、まあ、本当に僕がおすすめ、コンテンツ販売をおすすめしてるっていうことをおすすめしてるわけなんですけども、まあ、誰でもできるんですよ。だから、ちゃんと勉強すればいいだけなんですよ、本当に。だって、もう分かりやすく言うと、このラーメンをね、さっきも何度も言いますけど、このラーメン屋美味しかったよとは言えるわけじゃないですか。うん だから自分が本当にあの、ね、自まあ、例えば吉谷さんから、まあね、僕が言うのもなんですけど僕から学んでこれめっちゃ良かったなって思うことを他の人に伝えればいいじゃないですか別にそれはあのこういう人がいてなんですかね、まあ、これも、ねまあ、いろんなテクニックあるんですけども <laughs> まあそれを言わないパターンですよね別にこの人から教わったって言わないパターンで自分の言葉で言うパターンもあればもしくは権威ですよね まあこれちょっとテクニカル的な話ですけども、まあ、よくね僕が使われる言葉としては、まあ、10億稼いだあ起業家の人から教わったまるみたいなねそれでまあ使っていただくと <laughs> 使ってる人もいますから、うんまあ、それはその権威を使ってまあフックですよね 10億稼いだ人をど何教わったんだみたいな権威を使ってフックさせて自分の、えー、その発信を見てもらうみたいな話ですよねだからそれも知識なんですよだから人はどういうふうなとこに影響されるのかっていうところの勉強ですよね、うん、例えば本とかもそうですよね100万部売れてますっていうだから100万部売れてるつまりこれはいい本なんだっていう権威ですよねあれもうん、だからそのなんかその 会社を10社経営してますっていうのがもう権威ですよね。うん。まな,なんかそう、でも自分にはない。自分にはないんだけども、じゃあその人た、その人から聞いて、その権威の、まあ、コピーを使って、じゃあその人から学んだことっていうだけでも、なんかすごく、えー、興味性が湧きますよね。うん。だそれはすみません、勉強すればいいんじゃないかなと思いますね。 僕もあの、勉強してきてそういうことをわかるよ、その理解できるようになったわけですから、最初からまあね、そんなことは勉強していないですからね、分かんなかったですよ。うん。そう。うーん。まああとは、えっ、ー、と、コンテンツ様に関する勉強は書籍、オンラインサロンでできるのでしょうかと。うーん。まあ全然できると思いますね、この、 その何ででもいいんですよ別に学,学びなんていうのはそこら辺にあるので別に YouTube の無料動画からでも学べるし書籍からでも学べるしだからそれも学ぶことにいベクトルが向いてるか向いてないかなんですよただ YouTube を視聴者あ面白いな何か面白い話聞きたいなとか,そのなんか視聴者の視点であるならば学べないんですよ ただし自分がもう販売するぞとコンテンツをこうやっていくぞというベクトルで向いてあこの人はこういうふうに伝えてこういうふうに興味性を持ってで視聴者をこういうふうにやってるんだなっていうようなものの見方ができればそれが学びになるんですよただ一視聴者でただ面白く聞いてるだけであるならばそこに学びはないんですようんだから何を学ぶかではなく何を学ぶかじゃなくてうん 何、うん、ですか何を学ぶかではなく、うん、学ぶなどう学ぼう,とす学ぼうとするかですね。何を学ぶかより、えーま、何を学ぼうとするかですね。うん、何ちょっと難しいな。何を <laughs>、何を学ぶかより、何を学ぼうとするか。だからここのね、あの、ベクトルですよね。向いてる、向いてないっていう。学ぼうとするっていうところに、 方向向向性をかかかかせせててるののかかないのか例えばこの前ね僕はあのサンクチュアリーっていうその相撲の映画あの映画じゃないやドラマあのネットブリックスで見たんですけど僕はその一視聴者で面白くコンテンツをこう見るっていう側面もあればマーケティングあどうやってこの相撲っていうニッチなね相撲ってニッチじゃないですか正直僕の感覚でいうとどちらかというとファン層は。 まあ年配の方が多いですよね。どちらかというと、若い子多いかというと、多分、まあ、最近若い子も増えてきたのか分かんないですけど、なんか僕のイメージとしては、おじいちゃん、おばあちゃんが相撲を見るみたいなね、NHK で相撲を見てるみたいなイメージがあるんですよ。で、若い子はあんまり相撲を興味ないと。で、そんなニッチな相撲をね、ネットフリックスで取り上げて、それをどう面白おかしくこう見せて、一般大衆にも興味づけしてるのかっていう、あこうやって物語作ったら面白いよね、みたいな。なるほど、すごいなと。 っていう、なんかそのマーケティング的な、その、どう人を引き、一般大使を巻き込むのか、興味がない。相撲っていうものを、興味ないものを興味立たせるために、どういうふうな構成をしているのかっていうことで見ると、めちゃくちゃ学びがあるんですよ。いろんなエッセンスが。あ、こうやって見せると、人はフックするんだとかね。でもそれをただ一、視聴者で、面白いなって見てるだけだったら、学びはないでしょうね。あ、なんか面白いの見たな、終わり。学びない。なんだけども、僕は、 そ,のそういう視点でも見てるんで学びがあるわけですよ。で実際にもうなんだもうその発信してるわけですよ。ネットフリックス、えー、でそのサンクチュアリのそのね聖癖みたいな相撲番組を見てどのこうのっていう,もうあのコンテンツをねブログに書いたりとかしてますけどでそれなんで書けるのかっていうとそれをなんでネットフリックスのドラマを見ただけで自分の発信コンテンツをしてこうできるのかっていうとそれはそういう視点で学んでるからなんですよね。でも多くの人は まあそういうういい視点ででは見てないでしょうね僕も昔はそんな視点では見れなかったですね。うんただ面白いなみたいな <laughs> なんかいいの見たなみたいなね <laughs> そっから学んで自分のコンテンツに生かすなんていう発想もなかったですし自分の発信に生かすなんていう発想もないしそもそもそこからその相撲のドラマを見て学ぼうっていう気もなかったですよね。そこにもう向いいてないんですよただ 多分ただ、僕がビジネス勉強していなかったら、ただ、なんか、ネットフリックスで今、なんですか、あの、相撲のね、サンクシュアリーっていうのがね、出てて、面白いよ、なんか、っていうのを聞いて、あ、面白いんだ。で、それで見て終わりですね、多分普通にビジネスやってなかったら <laughs>。うん。だから、その、なんですかね、ネットフリックスで僕、あと好きだったのは、全裸監督ですね。全裸監督もめちゃめちゃ面白かったですね。 まあそれもなんか動画も撮りましたし、なんかブログの記事にも書いてあたと思うんですけど、それもあの違う視点で見てるんですよ。一視聴者でも見てるし、全羅監督をどういうふうな、そのマーケティングどういうふうにこう見るかによって学べるので。うん。そう、あ、あと、そう、バチラーっすよ。バチラーもね、バチラーもね、良いいかった。バチラーも、 前僕は椅子を、そう、もうバチラパクったんですけど、前僕椅子をプレゼントするっていう企画を、いや、椅子をオークションかけるっていうのをやったんですよ。椅子をね、僕が使ってる椅子をオークションかけますみたいな。で、その絵面ですよね。その椅子をオークションかけるために、椅子にすごい興味性を出すために、椅子ですよ。ただの椅子なんだけど、 その当時、バチェラー、超見てたんですよ。で、バチェラーの撮り方ですよね。どうやってその物語を伝えていくのか。バチェラーって恋愛物語なんですよ。で、その恋愛物語をどういうコマで、どういう風なシチュエーションでどう伝えてるのかっていうのを僕は見てたんで、それをパクって、えー、椅子と恋愛みたいな。椅子とれ僕は恋愛したみたいな、なんかそういうイメージで、バチェラーのカットですよね。それを、ま、パクってあのやってました。<laughs> でも、いい感じのプロモーション PV できましたよね。 いい感じのプロモーション PV できました。バチェラーの <laughs>。そう。でもそれもすぐ使いましたけどね。うん。そう。バチェラーも良かったね。あの、高校さんね。なんか高校さんなんか結婚したのかな高校さんも良かったですね。もうピンポイントですよ。ピンポイントでなんかもうチューしまくるみたいな <laughs>。 もう目の前、だから、マインドですよね。だから、高校さんのその後、その考え方とかも YouTube でいろいろ話してて、まあ、そういうのも聞いたりとかして、ああ、うまいなって思ったんですけど、なんか、目の前の人にもピンポイントで全力で、今、今、今ですよね。今、今、その女性にベクトルを向けるって話なんですよね。要は あのまあ、バチェラー知らなかったらわかんないかもしれないですけどどん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 女の子消えていくんですよで最後何人かになって偉くなるんですけど、まあ、結局そのいなくなるんですよね誰かしら、まあ、いなくなるんですよだから目の前の,あの女性に対しても全力で注いでいくっていうその他の人関係ないと例えば他の人を気にしてたら多分キスなんかできないんですよキスは最後なんですよ他の人を気にしてたら多分キスは最後なんですよだけど 高校さんは、いやもう、この時間を大切にしたいし、この時間はまるさんを全力で愛すみたいな、ピンポイントですよね。今にベクトル、今に向いている。今、目の前の女性に全力で向いている。だからキスもするっていうね。だから結構高校さん、多分ね、まあ、詳しくは知らないですけども、授業でまあまあ成功してんじゃないですか。具体的にはどんな授業をやって、 なんか詳しいことはかんないですけどもまあそういう考え方ですよね。高校の戦略みたいな。なんかその YouTube でもあるんですよなんかその話してるやつあってあこの人面白いなと思って。うんはい。まあいろいろ申し上げましたけどもまあ向いてる向いてないは向きましょうって話ですね。<laughs> 向けばいいだけって話ですね。う はい、でもお、だから、まあ、まあ、オチを言うならば、オチを言うならば、みんなそこにベクトリーに向かないから、向かないってことなんですよ。9割の人はその1点に向かないので、だから向かないってことなんですよ。だから、誰にでもできないっていう。誰にでもできるんだけど、できないっていうね、このなんですかね、謎解きゲームみたいな。うんだって、このね、このラーメン屋美味しかったようなんて言える、誰でも言えるわけじゃないですか、まあ分かりやすく言うとね。 だけどそこの情報発信して稼ぐんだっていうところに向いてなければこの僕が今言ったことすら入らないんですよね多分そうは言ってもそれは違うよみたいな分かりますそうは言ってもそれは違うんじゃないかみたいななんか反発したりとかねだからそれをもしベクトルが情報発信で稼ぐっていうベクトルに完全に向いてるんだったら確かに 確かに真理、本質はそうかもしれないって受け取れる、ま、学べるかもしれないけども、情報発信で稼ぐっていうベクトルに向いてなければ、多分、デモなんですよね。デモとか。いや、でもそうは言っても、私は、みたいなね。<laughs> もうだからもう水かけ論ですね。もう本当に。まあ、向くってこと、本当にその方向にもう全集中で向くっていうことが本当に大事かなと思いますね。 でも一つの僕は、番一番最初ですよ、一番最初僕が向いた方向がどこかっていうと、インターネットですね。もうインターネットはこれから絶対あるだと、なくなることはないっていうベクトルには向きました、一番最初は18年前ですよね。だから就職活動あんまうまくいかなくて、自分で稼がないといけないなってなったときに、なんかネットは使わないで、ネット,さネットはこれから、なんかいろんな会仕事ってあるじゃないですか。 だけどいろんな仕事があるんだけど、世の中でなくならないもの、伸びるというか、まあ、当時は、ね、IT バブルで伸び,て伸び始めてた部分はもちろんあるんですけども、もなんかそれを自分の中でイメージして、やり方はわからない、どうやって稼ぐかはわからない、だけど、これからの時代っていうのは、絶対にネットが普及するだろうし、ネットがなくなるってことは絶対ないだろうっていうところのベクトリーには向けました、だからそれがラッキーだったかもしれないですね、僕は。 うん、それが本当ラッキーだったっていうのはありますね。そこのベクトルに向けた。なくならないものにフォーカスできた。で、それが当たったってことですね。で、外れる場合もあるじゃないですか。ね。これは絶対なくならないだろうって思ってたものって、外れたりするじゃないですか。で、僕がラッキーだったとするならば、その最初にその描いたベクトルに向いたものが、その通りになったって話ですね。どうですかね、今。もう10、あれから僕18年経ってますけど、インターネットなくなります もはやもうポッケにインターネットじゃないですか。もうもはや3秒でネットにつながる時代になりましたよね、今なんかは。すげえ時代になりましたよ。ポッケにネットが入って、ポッケ、だからポッケに世界が入ってるって話ですね。どうですか、ポッケに、なんか昔ね、スティーブ・ジョブズが iPhone、iPod を売るときに、ポッケに2000曲みたいなね、なんかキャッチフレーズありましたけどね。そう、何ギガとかじゃなくて、ポッケに2000曲入れられるんです、iPod をみたいな。 ポッケに世界を入れられるっていうね。ポッケにピースを入れられるっていうすごい時代なんですよ。ポケットにピースが入ってるっていうね。なんかすごいワクワクしません、ね、自分のポケットにピースが入ってるんですよ。<laughs> そういう時代です。そう。うん。だからそれはラッキー、僕がラッキーだったのはそこに向けたと,ところですね。やり方はわからない。稼ぎ方もわからない。だけど、ネットはなくなんねえだろうと。これからネットは伸びるだろう。そこの方向性に向けた。うん、まずはね。 で、しかもそれが、あの、外れなかったっていうね。うん。そう。はい。ということで、いろいろ申し上げましたけど、まあ、参考にしていただければ幸いです。ありがとうございました。